田舎に帰省したイッチは地元の友人たちと有名な廃病院へ肝試しに行くことになりました。しかしそこでイッチたちを待ち受ける恐怖の出来事は誰も予想だにしないものだったのでした。2019年6月、イッチは大学にいた頃の話だと言って語り始めます。田舎を出て県外の大学に通っていたイッチは、両親からおばあちゃんが倒れたという電話を受け、すぐさま実家に帰省することにしました。それから病院に着いたイッチでしたが、幸いおばあちゃんは大事には至らなかったそうです。しかしイッチはもしもの場合に備えて1週間ほど休みを取っていたらしく、暇を持て余したイッチは県内の大学に通っている友人3人に連絡してみます。するとその友人たちも暇人を極めており、早速次の日から遊ぶことになりました。しかしイッチの地元は田舎だったため遊べる場所は少なく、やることもなかったイッチたちは仕方なくファミレスのドリンクバーで何時間も粘るという女子高生のような迷惑行為を行っていたようです。そしてイッチが帰るまで残り2日となった夜のこと、帰省してからずっと遊んでいた友人とイッチは地元でも有名な廃病院に肝試しに行くことになりました。その廃病院は地下に干からびた死体が残っているや看護師の霊が出るといったいかにもそれらしい噂が囁かれている場所だったそうです。そんな肝試しに参加するメンバーは H と A と B、 またその場にいなかった C は現地で集合することになり、計4人で行くことになりました。そしてその廃病院は人気のない場所にポツンと佇む3階建てで、できた当時は立派な建物だったと思わせる外見だったといいます。それから廃病院に到着すると A が突然、先輩が廃病院に来てタバコをポイ捨てしてからひたすら〇〇町に帰ると見知らぬ土地の名前を言い出して大変なことになったと言い出し、H と B を怖がらせるような脅しをかけ始めます。そしてその話を聞いたイッチは内心怖がっていたものの、へえと軽く流し、全然怖くない風に装って病院の敷地内へと進んでいきました。そして病院の入り口正面のガラス戸を開けようとしたところ、扉は鎖と軟禁錠で縛られていて厳重に鍵がかかっている状態でした。しかし横の窓ガラスのほとんどは割れていたといいます。そんな状況だったためまだ現地に C はついていませんでしたが、イッチたちは先に入っておこうということになり、割れていた窓ガラスから中に侵入し病院内の探索を始めました。そして中に入ってイッチが歩くたびに複数の割れたガラスがバキバキと音を立てています。その音を聞いたイッチは全身が凍りつき、鳥肌が止まらないガクブル状態。そんなに怖いなら窓から逃げ出そうかとも考えましたが、 A と B はスタスタと先に進んでしまっていたため置いていかれないようにと後ろをついていくことにしたそうです。また一番後ろを歩いていても背後から貞子みたいなやつが走ってきたらどうしよう、ちぎゅなどと本気でビビり倒しているイッチ。しかしそんなイッチをお構いなしに A たちは嬉しそうにおしゃべりしながら進んでいきます。そして A と B はどこの階に行くかの相談を始め、とうとう地下に降りて死体を見ようと言い出したのです。しかしこの時イッチはなぜか地下だけは本当に嫌だと感じたらしく、 A たちを上の階に行こうとなんとか説得し地下に行くことを阻止しました。そして3人で2階の階段を上がっていた途中、
ふと後ろを振り返ったイッチは、地下に向かう階段の折り返しているところで、何らかの足を見てしまいます。その足を見たイッチは本気で驚いてしまいますが、あの足は気のせいだとひたすら自分に言い聞かせることにしました。そうしてイッチたちは2階や3階を順調に進んでいきます。どちらの階も荒れ果てていたものの、特に何もなく、探索を終え1階へと戻ってきた3人。すると、またもや A たちが地下に降りようと言い出しました。そこでイッチが止めに入りますが、チキンだの、ビビっているだのとからかわれてしまいます。そこでイッチは、これ以上2人にビビりだと思われたくないという気持ちから、仕方なく地下に降りることを決意しました。そして到着した地下階は、かなり暗く荒れ果てていたものの、上の階に比べるとやけに綺麗で片付いていたそうです。その雰囲気に対し、イッチは違和感を覚えたと言います。どうして地下だけ綺麗なのだろう、とイッチが思っていると、B が廊下の奥にある手術室を見つけました。そして B は手術室に向かってテンションマックスで向かっていき、A もそれに続いて奥へと進んでいきます。それに対し、イッチはなぜか気分が悪くなり、耳の中に水が入った時のような奇妙な感覚に襲われながらも、二人の後をついていくことにしました。そうして手術室に向かっていると、突然、A がゲラゲラと笑い始めます。何事かと驚いたイッチが、A の方を見ると、B がすっ転んでしまい、それを見た A が爆笑しているだけだったようです。しかし、イッチは何か様子がおかしいと感じます。A は B を懐中電灯で照らして笑っていますが、B はなかなか起き上がろうとしないのです。だんだんと心配になってきたイッチと A が B に駆け寄ると、B はと唸りながら歯を食いしばり、すねあたりを両手で抱えている様子。どうしたのかとイッチが聞いてみますが、B はよほど足が痛いのか答えることができずに、あーやとひたすら唸り続けています。そこでイッチたちが懐中電灯で B の足を照らしてみると、なんと B の足は血だらけで、すね部分の皮と肉が剥がれ、骨の部分がこんにちはしている状態だったそうです。それを見たイッチと A は、突然の出来事にパニックになりながらも、とにかくここを出よう、と二人で B を担ぎ上げます。その時 B が手に持っていたライトが床に落ちて、その光が手術室のドアを照らしました。そしてイッチがその光の先にあるドアの方を見ると、なぜか手術室のドアが開いており、中から異様な何かがこちらを見ています。その何かは太りすぎて動けなくなってしまった人間のような体型で、かなり広い横幅だったそうです。そして何かは左右に体を揺らすようにして、こちらに近づいてきます。それを見たイッチたちは金切り声を上げ、B を引きずるようにして逃げ出しました。そしてなんとか階段近くまで来た時、廊下の奥の方からカラカラカラという音が聞こえてきます。その音はだんだんと大きくなり、何の音かとイッチがそちらを振り向くと、人の乗っていない車椅子がイッチたちのすぐ近くまで迫ってきていたのです。イッチはその車椅子に驚いてしまい、B を掴んでいた手を離してしまいました。しかしその瞬間、体勢を崩してしまった B と A に、車椅子がかなりの勢いで直撃してしまいます。そして車椅子が直撃したことで B は床に転がり、
A は半狂乱状態となってしまい、ものすごい勢いで階段さえも通り過ぎて、どこかへと走り去ってしまいました。その後、取り残された H が再び B を引っ張ろうと下を向いたその時、H は先ほどの何かの顔をはっきりと見てしまいます。その何かは子供の顔でした。H はその表情を無表情だが怒っているようにも見えたと話します。そしてその顔がイッチの足の間をトンネルのようにして見上げていたというのです。あまりのホラーな出来事に恐怖がピークに達したイッチは B を置き去りにしてもうもうと一人で逃げ出してしまいます。イッチは途中の階段で転び、体がボロボロになりながらも這うようにしてなんとか階段を上がっていきました。こうしてなんとか地下から1階に戻ってきたイッチは封鎖された正面扉を開けようと必死で扉を押しますがなかなか開きません。するとそこにドドドドというバイクの低い音が響き、合流する予定だった C が遅れてやってきました。この時ようやく助かったと安堵したイッチは C に向かってここから出してくれと必死で懇願します。しかし状況が飲み込めない C はイッチの慌てぶりを見てただただ呆れるばかりです。それでもイッチは死に物狂いで出口を探し、ようやく窓の割れた隙間を発見します。C の危ないぞという言葉も虚しく、隙間を見つけたイッチは割れた隙間のギリギリのスペースに体を突っ込むようにして外へと脱出しました。その様子を見ていた C はドン引きしながらイッチを見つめています。しかしイッチは状況を説明する前にとにかくここを離れようと必死に叫びました。そしてイッチは C のバイクで病院から少し離れたところにあるコンビニに避難します。コンビニに到着したイッチはパニックになりながらも病院内で起こった出来事を C に説明しました。しかし、あまりにも信じがたい内容に半信半疑の C は、イッチと A や B が自分を騙そうとしているのではないかとイッチに問い詰めます。それを聞いたイッチは、そんなことするわけない。マジでやばいんだ。と逆ギレし、そのあまりの大きな声にコンビニの店員まで心配して様子を見に来るほどだったそうです。そんな店員に対し、イッチは、なんでもない、と追い返し、急いで携帯電話を取り出して、警察に電話をかけました。110番へとつながるや否や、イッチはまくし立てるように、必死で病院での状況を説明します。そして、怪我人がいることなどを伝え、警察に助けを求めました。ところが、突然、携帯電話に、ザザザザという雑音が混ざり出し、イッチの話している声が聞き取れなくなった警察は、いたずら電話だと判断したのか、電話を切ってしまいます。それでもイッチはもう一度110番に電話をかけてみますが、コール音は鳴らず、先ほどのザザザザという音と雑音が混ざるだけで、一向につながりません。その後も何度かかけてみるものの繋がらず、なぜか携帯の電源が落ちるという悲劇が起こります。それからイッチは C の携帯を奪い取って再度110番に電話をかけました。すると次はコールが鳴っているものの相手がなかなか電話に出ません。そしてしばらくイッチが持っているとようやく通話状態になりました。しかし電話の相手は何も話そうとしません。それに対しイッチは疑問を感じながらも友達が怪我してやばいと事態を説明しようとします。ところがその瞬間電話の向こうからあーあーあーという声が聞こえてきたのです。
はじめにその声を聞いた時には何の声かわからなかったものの、徐々に大きくなっていくその声に、イッチは顔を真っ青にして、チーの携帯を駐車場に放り投げてしまいました。なんと、イッチが聞いた電話の叫び声は、病院で最後に聞いた A の叫び声だったのです。そして、そんなイッチのパニックぶりに、またもやコンビニの店員が心配して、駐車場にやってきます。そして、店員はイッチを見るなり、うわ、と奇声を上げて、イッチの腕を指さしました。なんと、イッチの腕からは大量の血が出ていたのです。ここでようやくイッチは自分が怪我をしていることに気がつきました。どうやら病院を出るときに割れた窓ガラスの破片で腕を切ってしまったようです。すると、その傷を見た心優しいコンビニ店員は、店内から救急箱を持ってきて、イッチの傷の手当てをしてくれました。しかし、包帯を巻いても出血は止まりそうにありません。その様子をそばで見ていた C が、病院で見てもらった方がいいのではないか、と提案しますが、それを聞いたイッチの脳裏には、肺病院での出来事がフラッシュバックし、このまま救急車に乗ったら、またあの肺病院に連れて行かれる、と、被害妄想を繰り広げてしまうのでした。そんな状況の中、イッチが店員に手当てをしてもらっていると、C の携帯に誰かから着信がありました。携帯を開いた C は、眉を潜め、怪訝そうな顔を浮かべながらも電話に出ます。すると C は、今コンビニにいる、や、イッチの状態がおかしい、などと、誰かに話し始めました。続けて、イッチを病院に連れて行かないといけない。いや、電気通ってないだろう、などと話していましたが、いや、もういいってそういうの、いい加減にしろ、と言って徐々に苛立ち始め、C は乱暴に電話を切ってしまいます。それから C はイッチを見て、お前ら、いい加減にしろ、と怒鳴ると、今 B から電話がかかってきた、とイッチに告げました。その後も C はブツブツとイッチに何かを話していましたが、イッチは立て続けに起こる不可解な出来事に頭がパンクしてしまったのか、この辺りから意識が朦朧とし始め、その場で気を失ってしまいます。それからはコンビニ店員が救急車を呼んでくれて、イッチは近くの病院に運ばれたそうです。翌日、病院で一晩を過ごしたイッチがお昼過ぎに目を覚ますと、そこには母親とおばあちゃんが座っていました。どうやらイッチの怪我は思っていたよりも深く、腕や顔などを数箇所縫ったり、足の指を折ったりと重傷だったようです。そしてその日の夜、警察から電話があり、イッチは A と B のことや肺病院での出来事を聞かれました。さらに翌日には警察署で何時間も取り調べを受け、肺病院に行くまでの経緯や中で起こったことを聞かれたそうです。そしてイッチは全てを正直に話しますが、信じてもらえません。それどころかお薬の検査まで受けさせられ、場合によっては家宅捜索になるなどと脅しをかけられてしまいます。そしてしばらくは警察署でうんざりするほど同じ問答を繰り返していたイッチでしたが、ずっと気になっていた A と B について警察官に尋ねてみると、なんと B はイッチが倒れた次の日の午後に肺病院で死体で見つかったとのこと。死因は失血によるショック死だったそうです。続けて A はまだ見つかっておらず、行方不明だと言います。しかし警察は A と H を容疑者扱いしているようで、H と A は B を殺害した共犯者ではないかと、あらぬ疑いをかけられているというのです。その後、取り調べが終わると C が車で迎えに来てくれて、二人はファミレスへと向かいました。まず C は
イッチが病院に運ばれた後に、Cのお兄さんの運転でコンビニに止めたままのバイクを取りに向かったそうです。そしてその足で肺病院に向かおうと考えた Cは、Bに連絡を取ろうとして携帯を確認しました。すると Bから30件以上もの不在着信があったそうです。ここでようやく Cもこの一連の出来事の異常性を感じたと言います。そして次第に怖くなってきた Cは、携帯の電源を切って自宅に帰りました。それから翌朝になって A と B の家に連絡を入れてみますが、まだ二人とも帰ってきていないと言われたそうです。ここで本格的にヤバいと感じた C は警察に事情を話し、肺病院へ捜索に向かってもらったといい、そこで B の死体が見つかったと話しました。さらに C はコンビニで B から電話がかかってきた時からおかしな様子は感じていたと言います。そしてコンビニでの B との会話をこう語りました。まず B は冒頭からひたすらイッチのことを聞いてきたらしく、 C に対してイッチと一緒に病院に来るようにと言ってきたそうです。しかしそれに対し C がイッチが怪我をしていると伝えると、 B はこっちには医者もいるからと答えたらしく、 C は肺病院に医者などいるわけないと否定しますが、いる、今も手術しているからとありえないことを言い出し、最後には本当だからいるからいるってと繰り返しました。そんな B に対し頭に来た C が怒鳴ると、いきなり B の方から電話を切られてしまったそうです。ここまでの C の話を聞いたイッチは、もう一度あの肺病院での悪夢のような出来事を C に話しました。そしてじっくりと話を聞き終えた C は納得したように、わかったと告げて、それ以上何も言ってくることはありませんでした。それからのイッチは両親の計らいにより大学へ休学届を提出し、しばらくは地元で過ごすことになりました。その間にもイッチは警察署で取り調べを受け、事件のことを何度も聞かれたそうです。そして何度目かの取り調べをしていたある日、警察官といつものように同じ問答を繰り返していたイッチでしたが、その日はいつもと異なることを聞かれました。その内容は、 B のすねの傷は切り傷か擦り傷だったかというもので、それに対しイッチが、暗がりでよく見えなかったが骨のような白っぽいものが見えたと答えると、それを聞いた警察官はふーんと言いながら手元の書類をまじまじと見つめ、 B の傷について不審点があると話します。なんでもあの場所では転ぼうが何かに引っ掛けようがあのような傷にはならないとのこと。またイッチは警察官から、本当に B が転んだ時に何も見ていないのかと念を押されましたが、何も見ていないと回答しました。そして取り調べが終了し、イッチが部屋の外に出てドアを閉めようとした瞬間、まあ神は死ねえわなという警察官のつぶやきを聞いてしまったのです。その言葉を聞いたイッチは、もう一度 B の傷はどんな風だったかとあの時の記憶を呼び起こしてみます。そしてイッチが思うに、B の傷はあの病院で見た子供が噛んだのではないかと推測しました。その後、イッチは大学を卒業した現在でも、携帯に A と B から着信があったらと思うと眠れなくなる時がある、と終わらない恐怖に怯え続けるのでした。そして最後までイッチの話を聞いたスレミンの中から、冒頭に登場したものの誰も覚えていないであろう、鬼のボブキャラであるタバコをポイ捨てしたという先輩なりすましニキが登場します。しかしあまりの面白みのなさにツッコミが辛辣なスレミンからもスルーされるという悲劇が起こり、その後イッチがスレ内に現れることはなく、このスレは終わりを迎えるのでした。
肺病院にいた何かは一体何だったのか。そして行方不明になった A はその後どうなってしまったのでしょうか。終わりの見えないホラースレとなりました。あ、肺病院といえばこちらの話もおすすめです。ヒマジンは概要欄から見ろください。ご視聴ありがとうございました。